実は骨格が割と日本人的に横にこう出やすい骨格なので、同じ長さで切った場合にそのイメージのものよりもちょっと短く見えやすいですよ。なぜかっていうと、横と縦の比率で人間っていうのはこういい髪型っていうのをバランスで見ていて、どうしてもですねこのバランスがちょっと短く見えやすい、横が広くなるから。始まってます。これ YouTube 映ってるんですか？それでは90分以内に終わりたいと思います。はい、前回前下がりで切ってるんですよ。前下がりで切ってるんで後ろの長さがここなんですね。ここなんで、これをがちょうど肩につくぐらいの感じのところから、サイドのこのぐらいの位置がのところまで切らせてもらって、前下がり的な感じじゃない感じ、まあ、ほとんど平行的な感じでこう外に生えていくっていう、まあ、実はあのうさの場合、骨格が割と日本人的に横にこう出やすい骨格なので、同じ長さで切った場合にそのイメージのものよりもちょっと短く見えやすいですよ。なぜかっていうと、横と縦の比率で人間っていうのはこういい髪型っていうのをバランスで見ていて、どうしてもですねこのバランスがちょっと短く見やすい、横が広くなるから。なのでイメージしているところにも指1本2本分ぐらい少し長めにさせていただいて、パーマをかけさせてもらっていいですかっていうようなことを言われると、もうそこでも共感が生まれるので、そういう共感が生まれるような感じでしていただけると非常にいい。これ言葉遊びでもあるので、ここもつながっていいですか？はい、はい、かしこまりました。じゃあ行きます。頑張って書いてください。そんなことないよ、大丈夫。逆ってことはそれ顔が描いてる。8が張ってないってこと。これ触ってもらうと分かるんですよね。ハチ張ってない、全然張ってないの。頭ちっちゃい。そうなんです。だから例えば同じ顔の大きさでも、あ、帽子のサイズ大きい人小さいみたいな。これはね傷ついてる。これはねすごく難しいんですよね。どっちがいい。これ髪型になりやすいのは短いスタイルだったら多分なりやすいのかもしれないけど、ただ実はね、短いこのくらいの時の方がバランス取れてて、逆にこう長くなってペタッてしてくると逆にここがすごく張って見えるんですよね。だから全然ボリュームないのにすごく膨らんだ膨らんだって言われることが、スタイリストになったら分かると思うんですけど、全然膨らんでないのにもうすっごい膨らむんです、すっごい膨らむんですって言われることがあるんですよ。その人は大体骨格ですね。でそういった場合におすすめするのが、まあ、角の頂点を作ることによって角が緩和するっていうことを伝えた。タイムあります。あ、でも、すみません、指摘してもらって。よーい、スタート。はい。で、まず、バック、センターで分けて、イヤツイヤで分けて、この、ここで長さを決めます。ここで長さを決めます。で、鏡見てこのくらいっていうと、後ろはあんまり前下がりで来てたんで、そんなに切れないかもしれない。まずバックで長さを決めて、バックで長さを決めてセンターで合わせていく。いや、これも別に僕教わってないんですよね。勝手にこう自己防衛的にやってるというか、早く切りたいなって思ってからこういう切り方になったんですよ。だから多分早く切るかどうかっていうのも創意工夫と思いだと思うんですよね。インでもで、これがサイドにつながってくるんですけど、サイドの一発目はノーテンションで長さを考えながらまず一発目入れます。ノーテンションで、でその後にバックから引っ張ってきてつながりを作ってあげます。お耳のところがすごく重要で、すいませんね。でこのままサイドからのつながり。こだわり強すぎるだろ。それでも。これ映ってますよ。映ってるよ。ちゃんと画角が広いんですよ。
ションで切って、ノーテンションで切って、左右の長さを確認して、OK だ。まあ、これでここでね、大体、大体こんなずれてる人っていうのは、大体もう感覚ずれてるんで、合わすしかないですよね。で、バックからつなげていく。で、チョッピングしてもいいですけど、チョッピングするの時間もったいないんで、ここまで。で、ここでもうベースカット、ベースカットっていうか、なんていうんですか、アウトラインのカットがおしまい。で、次に、これもうワンレンでいいので、オールバックに出していきますね。で、出てくるところをチェック。指少し持ち上げても、したら今度はサイドをこっちへ持ってきて、出っ張ってくるところをチェック。まあ2回分ぐらいで全然問題ないから。これさが切ってるわけじゃないんで、ここに溜まったりとかはしない。ここからインナーチェック。45度行って、出っ張ってくるところはこれワンレングスでもカットされると思うんですけど、だいたい指1本半ぐらいは切れると思います。インナーチェックで。できればここの部分もパーマかけたいので、細いのも必要かなと思います。でこっち側行ったら今度はバックへ持ってきて、まあ、ちょっとこう出っ張ってるところが出ればチェック。ちなみに量もめちゃくちゃ多いので、かなり軽くしないとそのおかの的なこう軽さがちょっと出ないので、45度いって、こうあの時短のカットって、あの早く手を動かすことじゃなくて一発で決めることなんですよね。で切り直しというか、まあ、今まで僕が自分で YouTube に上げてて、時間がかかってるパターンと時間がかかってないパターンの、時間がかかってないパターンはあの切り直しとかがないですね、やっぱり。だからもう確実に時短っていうのは切り直しをしないっていう、同じところを何回も切らないっていうことなんだと思うんですよ。そう考えてくると時短ってヨーヨーだなと思うんですよね。なんか自分がカットした後の方が早いよね。あ、そうですね、まあ、ね、うん、それは僕いつも自分のなぞってただけなんで。でトップの屋根を、トップの屋根じゃない、トップの、トップの屋根、トップの、トップ、トップ、トップの、山を取ります。で、これでもうベースカット終わりで、全然問題ないと思います。細かく、これは なんていうのかな、細かく取ったから綺麗になるわけじゃないんですけど、要領よく取っていけてるんだと思います。これはね、あの本当に自分で動画を撮るとあそこ無駄だなってすごい分かるんですよ。特に編集とかしてると、なんでこんなこと何回もやってんだろうとかすごいイライラする、自分のカットに。だからそれに気づくかどうかですよね、自分で見て。あとは 50% です。50% はさすがにズドンと入れちゃうとやっぱりこう跡がつきますね、いくらなんでも。ただこういう感じで、細かく入れていく分には多分そんなんですかね。こうやって入れちゃうとやっぱダメですね、50%で。ちょっとやっぱり 50% って上級者向けかなっていう感じはする。で前回のカットの時に短くさせてもらった時にすごく思ったんですけど、野口さん根元攻めると全部立っちゃう。前回立ってた、申し訳ねえなと思いながら、はーって言うかもしれないけどね。前回の仕上げの時に、あ、立っちゃったなと思って申し訳ねえなと思いながらちょっと反省したんですけど、 このどこまでこう攻め込むかっていうのは、もう経験とかでしかないんですよ。ただこれだけは覚えておいてもらいたいのは、下が重くて上が軽い方が軽く感じる、後ろが重くてベースラインが軽い方が軽く感じる、毛先がスカスカになったらすごく軽さを感じるんではなくて、スタイル的に言うと上が軽くて下がある程度厚みがあった方が軽いバランスになりやすい。レイヤーの場合にはフェースラインが軽くて後ろが重たい方が軽さを感じられる。
っていうことですね。でこれ毛先ですね。毛先量感質感の方ですね。で表面は割と削っちゃって全然問題ない。でサイドもこう8ラインから押さえて、早く切って差し上げようとか、なんですかね、こうそういうのにね、こう格好つけると絶対にうまくいかないんですよ。量感の質感でもね、ここで考えていかないと、これさっきの話なので、ショートのこうあのスタイルでも、なんかこうこういう風にやってても、多分それ一定のところしか取れないんですよ。一定のところしか取れないから、多分。毛先をポキポキ折っていく必要があるね。わかる、はい、超わかりやすいだろこれそうだから、あの量も間引かなきゃいけないし、先っぽもばらかさないと、あの束感が出ないです。特にショートの方が特にそうです。これで絶対もうベースカット終わりでいいと思うんですよね。ちょっともうちょっと量減らしたいんだけど、なんか前回すげえ立っちゃって、俺あんま減らしすぎてちょっと怖いんだよね。怖い人はやっぱりちょっとこうあんまりウェットで攻め込めないっていう感じの人もいると思うんですけど、ちょっと怖いんだよね。それがちょっと前回だったんで、ちょっとこう篠崎的にも警戒してるというか。よく5月の時も覚えてるよね。いや覚えてるか。それで3割でしたっけ。前回はカットで前下がりにして、何年かぶりの前下がりだったんですよね。つながりだけ切らしてもらいました。でベースカット終了です。で多分これだったらドライも多分3分とかで終わると思います。ドライカット。そうするとカットのトータルタイム的には多分15分とかいうふうになってくると思うんですよね。多分トータルで15分って多分割と早い方だと自分では思ってるので、もうちょっと早く行きたいなと思うんですけど、今あの自分がカットをいろいろしてて、ウェットとドライを両方合わせて20分以内で終わればいいかなって。そうすると、例えばこう半々で言ったら10分10分じゃん。10分10分って相当早いよね。ウェット10分、ドライ10分って相当早いと思う。だって今でドライの状態12分だからね。これ10分で切らなきゃいけないとなると、多分セリングをほとんどしないことになるんだけど、セリングをしないとなると、ドライで10分で終わんないですよ。絶対終わんないから。だから20分で、お客様のカットがトータルで終わるっていうのは相当早いです。こういう感じにかけたいんですよ。あ、ちょっと多いんですけど、本当にやばい時には坂戸の今年のスタッフの旦那とかもいるんですけど、
勝手に跳ねると思うんですよ。勝手に跳ねるので、あとは美術さんが普通にやった時に勝手に内掛けに入るのかっていうそこを知りたい今日この頃です。先にある程度入れる人が欲しい。